当選ブレス写真を拡大第79回オークス G1 5月20日東京芝2400メートルに出走予定だった当世。ブレス、メス3歳、美穂、加藤幸宏厩舎は、左前足の在死にで出走取り消しとなることが19日、JRA から発表された。東京競馬場で取材に応じた加藤生調教師は、金曜日の夕方から馬が気にする素振りを見せていた。もともと爪に弱さのある馬だけど、今回は新しい箇所だと思う。これで春のシーズンは終わり。爪の様子を見ながら、秋に向けて備えることになると思う、と説明した。